こんにちは、8月の14日月曜日、今日は平日ですが西川君にやってきました。今日はここで永井秀樹さんの、引退試合が今日行われます。こんにちは。今日一人ですか？一人。あ、そうですね。それでは両チーム全選手の紹介です。はじめに帝京高校 OB、 そして監督は小峰忠俊、以上がプリー高校 OB のメンバーとなります。皆さん熱い声援よろしくお願いします。僕たちがどうこうというよりね、やっぱり本当に小峰先生はじめ素晴らしい恩師の方に恵まれたのがやっぱり一番大きかったし、素晴らしいチーム、そして素晴らしい仲間、チームメイトに恵まれたのが本当に幸せでした。監督も両監督嬉しそうでしたね。いや本当に本当に魅力ですから、少しは恩返しできたかなと思います。これが何よりOB になりました。嬉しかったです。あとは永井さん、まだこれオープニングマッチですから、この後本番の試合が待っていますので、しっかりまたプレーされてください。お願いします。頑張ります。ありがとうございました。
ゃあ今日はコナミ。そうですね、初めて買ったベルディの練習。初めて買った、ね、それちょっともらっちゃった練習機。2001年の。ああ。審判団両チーム選手の入場です。ひろみつ、10番、斉藤。
しい日です。16番中澤浩二、そして背番号45番永井秀樹、長いちゃんとだけなんで、あとはもう皆さんの声でいきますよ。間違えたら責任は押し付けます。よろしくお願いします。長いちゃんと一発目いくんで大きな声でお願いします。今日長いの引退試合ですよ。はい、流れいきましょう。はい、yeah!
をしたいガチじゃねえかガチじゃんベルディユースのユースキャプテン谷口亮斗です。今年はプレミア昇格と冬永井さんを日本一の監督にできるように頑張りますので応援よろしくお願いします。東京ベルディユースの皆さんへ大きな拍手をお願いします。
Thank you.
やっぱり出てくるよ。お前。
半分以上となる25年以上プロサッカー選手として、そしてこの永井秀樹へのねぎらいの気持ち、感謝の気持ちがこもった花で作られた花束が、見守り続けてくれているお母様、共に歩み続けてくれている奥様へ、
感謝の気持ちとして贈られます。それでは贈呈をお願いいたします。長きにわたり支えていただきまして本当にありがとうございました。最高に幸せなサッカー人生でした。ありがとうございました。新しいベルディを作りましょう。
ファンズだったり、コーチだったり、他のチームのサポーターの皆さんもどうもありがとうございました。永井さんがここで、もう一回ベルに再建しましょうと、言ってくれました。で、やっぱ今日他のチームのサポーターと喋ったんですけど、やっぱりベルにいつ上がってくるんだっていう声がありましたし、特にマリノスから早くクラシックやるって言われたのは、みんな同じ気持ちだと思います。本当に今シーズンまたちょっと厳しい苦しい、時期迎えてますけども、なんとか乗り越えて、頑張って上目指していきましょう。It's yours to leave, but it won't keep me from this heart.